おはよう、チボンヌたち。配信の方ではお久しぶりです。動画の方では多分毎日上がってます。ありがとうございます。いつもいつも。では、いや、久しぶりのことなので忘れてるんですけど、多分尾形年次くんをやるって言った気がする。やります。肘山貴俊編で沖野司が尾形年次から結局情報は得られなかったって言ったので、多分尾形年次は口を割らなかったんでしょうね。いやー、生かした男ですよ。どう口を割らなかったのか見ていけるといいなと思います。尾形年次、あ、そう、みんなのね、騎兵の番号とね、世代をね、メモしてきた。言う通りなんだけどさ、尾形年次は10番騎兵、第一世代の。よく考えた方がごめんなさい。どうしたの？どうすりゃいいんだ。鍵を見つけて沖野に教えれば、南が、南に教えれば沖野が。鍵を持ってたのは南だった。なんで南が持ってんだろうね。だが沖野にチクったら南が危ねえ。待って、コントローラーがバグってる。確か泉とかいうあの野郎、俺に任せろと言った。信じられるのかね。ここって尾形年次の精神世界みたいな感じなんだよね。それがさ、ふざけんな。冬坂伊織が幼少期、少女期、青年期と姿が変わったのは真実を知ってるってことだよね。っていうかさ、思ったのがさ、なんでこいつらなんだろうね、この15人なんだろうね。遠く遠く遥か昔からずっとループしてるんでしょ。ループしてるっていうのもよくわかんない。なんか私、セクターっていう土地があって、その土地を壊されたら次のセクターに移って、そのセクターが壊されたらまた違うセクターに移ってってやってるんだと思ってたんだけど、なんかそれだとループっていう辻褄が合わない気がして、どうなんだろうね。ね、気になりますね。これが俺の頭の中で作り出した妄想だと。そうだね、イマジネーションの世界だよ。ここにいる木更木も冬坂も輪島たちも偽物だってのか。偽物ではないんじゃない、知らんけど。もしもあと数分でこの世界が終わるとしたら、おめえはどうする？ここの返し好きなんだよね。ヤブカラ棒に何なの？ヤブカラスティック。知りてんだおめえの気持ち。これさ、コクってんだよね。数分か、ちょっと短くない？そうだな、数分じゃどこにも行けそうもないし、あんたと言おうかな。かわいい。オッケー。やっぱり沖野はいねえか。最初の電車には冬坂といたー。比べだ、比べ。おい、あれ、尾形くん？違う、雰囲気が元の比べに戻ったな。そうだね、あのレオンじゃなくなったね。でもいいところであったよ。どうしたの？なんか用があった？尾形くんに渡してくれって頼まれてたんだ。誰から？何を？確かに渡したよ。誰からだ？泉って人。へえ。17時12分発電車来たから。つつじ行き区間快速、1車両目。17時12分発つつじ行き区間快速、1車両目。やろう、何のつもりだ。17時12分発は如月が乗る3本目の電車だ。1車両目、ホームの向こうの端に止まる車両だよな。
1車両目って如月がこっちに乗るんだからこっちじゃないのってなるとあいつらがいない。あ、いない。どうしたのよ、私なんか気に触ること言った。輪島たちが消えたよ。ねえ、無視しないでくれる。ごめん、ごめんね。ねえ、無視しないでくれる。無視されるのが一番辛いよね。大丈夫、1車両目に一緒に乗ろう。ごめん、風邪ひいてさ、咳がまだ出るんだよね。でもこれ以上やらないと絶対もうストーリー忘れると思って。え、電車来ない。全然来ないよ。なんか2本目の電車、うぼーい。篠宮涼子。いや、あ、なんか喋ってる。大丈夫ですか？行かなくちゃ。また缶の虫が触ってる。また指噛んでる。やめな、それ。美味しくないでしょ、指なんか喋ったって。あんまり指噛んでると、そこサコになっちゃうよ。輪島たちがいない。これさ、電車見てるとさ、気持ち悪くなるよね。どうしたのよ、私なんか気に触ること言った。ごめんね、うさみのせいじゃないんだけど。お、え、嘘、これ、こっち、こっち側、一車両目。おめえは C 組の。あ、おめえは C 組の。おい、聞いてんのか。たく、今回も電車に乗りゃなんかあるってのか。乗ろうぜ。まあ、自分の記憶って分かった。記憶？妄想って分かったから、うさみちゃんにそれほど罪悪感がなくなったよね。あ、なんか出た。いや、こっちのセリフだな。まさかお前がやったのか。南と同じクラスの、お前も沖野の仲間か。沖野、誰か分からない。じゃあなんでそこにいるんだ。尾形年次を助けるよう言われてきた。おー、ありがとうございます。マジか。助かった。尾形年次はここにいるのに、うん、なんであなたが画面に映ってるの。ん、俺の頭の中が映ってんだ。じゃああなたの頭のこれ外せばいいの。うん、そう。いや、それはまずい。起きられなくなるとか言ってた。あ、焼きそばパンの君の時のシーンか、これ。これオキノがさ、ちょっと気分転換にコンビニに買い出し行ってくるよっつって、で、肘山隆俊が、いや、あ、君は焼きそばパンの君って言って、ごめんねって、痛いのは一瞬だから、プシュッ、うっってなった時のだよ。じゃあ警察に通報してくれ。表沙汰にするなって言われてる。なんだよ。電話してそいつに頼んでくれ。猫だから無理。猫？この世界を滅びから救いに来た猫。意味がわからねえ。うん。そこに電源ボタンとかねえか。ないわね。ないのか。何があるんだ。再探索ってボタン。それを押すなよ。多分駅に戻っちまう。制限の項目というのがある。それだ。その制限外せないか。やってみる。どうだ。今調べてる。じれったいよね。ってのは怪獣が来るってことか。そうよ。え、そんな話してた。あ、この世界を滅びから救いに来た猫。なるほど。駅で起きたことが本当になるんだな。
ここってセクター4なんだよね。戦えるとしたら、あ、違う、セクター4は45年じゃない、ここがセクター4で合ってんのかな。当たり前だ、当たり前だ。じゃあ魔法をかけてあげる。これがやっぱりスタートボタンってことなのかな。なんだこれは、ロボット。あ、制限解除できたみたい。マジか、よし、じゃあいいぞ、次は再探索をしてくれ。飲み込みが早いな。To be continue. ありがとうございます。あー、電気なくなっちゃった。タラッタッタータラッタッタータラッタッター。次この3人か。誰からやろうって言ったんだっけ。シノノメ、クラベ、冬坂でやろうって言ったっけ。確かそう、パーセンテージ順にやろうと思ってたから。はい、シノノメパイセン。パイセンもかわいそうだよね。意識が戻ったわね。はい、やっぱ85年後セクター4かな。ここわかりません。逃げる。大丈夫か。うるさい、逃げる。どこへ行く気だ。逃げるするんだよね。監視映像、あ、ここ、ここか、ここ行くんだな。階段、踊り場、学生食堂、 OK。 ついてこないで。そういうわけにはいかない。そう、うさみちゃんのね、謎もね、ちょっとね、あ、これってこういうことかなっていうのがね、あったんだけどね。あの、網口柊にずっと話しかけてる稲葉美雪がいるじゃん。あれって如月富の AI 体なんじゃないかなって。如月富さ、426に体奪われて、多分 AI のプログラムだけがチューブラリンでしょ今。だからなんかふよふよしてんのかなって。如月さん、ちょっといいかしら。あ、コート先輩、いいぞマイディスティニー。その調子で足止めしてくれ。それで先輩はどうしたの。甘いものって新人部ですか。あなたかな。そうだね、逃げる。あなた、女性のタイプってあります。今のうちに。そ、いや、そう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 。行くぜ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 。薬、大丈夫ですか。大丈夫よ、全然大丈夫なんだから、ついてこないで。あーたなんか知らない、私の心をかき乱す邪魔な存在。あなたはひどいな先輩。俺ですよ、網口柊。網口詐欺だな。網口、覚えがないわね。放っておいて。先輩、知らない人なのに、なんだろう、懐かしいような。先生に似てるからね。保健室に結構いい薬さえ。ほら見なさい、それ見なさい、ほら治った。ああ、食堂行くぜ、何かが変わるはずだ。ああ、いる、高宮ゆき。空いてる。販売が終わったのね。頭がスキスキする。あの子は。ゆきちゃん、助けてくれ。何やってんだ。黒服がお前を探してるぞ。え、私を？私を。なんで？あなた誰？何を言ってるの。
お互い特務機構の潜入要員だろ。また忘れちまったのか。そうみたい。潜入要員。もうダメ、頭が割れそう。助けて。メガネに入れられてスパイをやらされてたろ。メガネ。特務機構の伊田哲也だ。伊田哲也。伊田先生がなんで死んだはずじゃ。本当に覚えてないのか。まあね。理科室に転移して戻ってきた時のその話教えて。話聞く。あのトミちゃんたちを巻き込んだ転移ね、これ。あとマイディスティニーと大型年次を。ここは違うかも。セクター4。あ、やっぱセクター4なんだ。ここがあなたが最初に設置した理科室のゲート。網口がいない。あそこに置き去りだ。本心を聞かせて、伊田先生。私は利用されているだけ。網口まで巻き込まれたのか、かわいそうに。利用されるのは構わない。あなたが望むなら。でも先生の気持ちが他の子にあるのは許せない。あ、ここですよ。ここ二人ですよ。このナンパなボンボン、このスケバンにちょっと気持ちがありますよ。うわー、メガネ特有の曇り方してる。メガネキャラってこうするよね。先生はメガネキャラってなぜかメガネ光らせる能力があるんだよ。あの子とやり直すために。あ、違う、これはユキちゃんじゃない。これ伊田哲也だから如月富に気があるんだわ。網口柊は高宮ユキに気がある。かわいそう、しののめパイセンが。網口にも伊田にもこう気持ちを振り向いてもらえない。私たちを見捨てる。しののめくん、落ち着きたまえ。かわいそう、脈が全くない。勘違いだ。研究室の映像を見てずっと苦しんでた。君は混乱している。あ、このうんうんっていうやつやらない方がいいらしいですよ。私はもう無意識にやっちゃうんですけどね。薬を飲んで冷静になるんだ。決めたの、今日で決別する。そうよ、あなたの言うことなんて聞かない。薬なんてもういらない。ペッ、スタンモード解除。ああ、待て、東雲くん。ドミネーターが、さよなら先生。発射されちゃう。ああ、さよならしたの。本当のさよなら。思い出したのか。まさかそんな、私が先生を。あの後お前が走り去って、メガネは倒れたまま動かないし、仕方なく黒服に連絡を取った。途方に暮れちゃうよね、そんな場面見せられても。先生は無事なの。知るか知るか。あれ以来メガネからの連絡はない。そんな、私が先生を撃つなんて。血迷ったんだな。あれで無事だとはとても思えない。スタンモード解除ってことは、スタンガンじゃないモードってことだよね。やばいってことか。死んでるかもな。かわいそう。すごいね、 BGM がまさにこんな感じだよね。心の中、私が伊田先生を撃つなんて。でも伊田先生のことは今でも好き。でも私が撃つってことは伊田先生に何かがあった。一体私はどうしたらいいの、みたいな曲してる。すごいね。なんでそこまでしちまったんだ。でも私の本心もわからないし、伊田先生の本心もわからないし、全てがわからない。自分、今ここにいる自分だけ置き去りっていう。見たから。何を見た。やめて、もう思い出したくない。
ああの自分が世界を壊滅させるために無限ループに陥るように改造したっていう映像ですか？かわいそうだけど追い込むしかないね。時間がない、急がないと。今日も調べられるだけ調べよう。あ、これ監視映像ってやつか。どこまで見たっけ。伊田先生の研究にアクセス、簡単にアクセスできちゃうな。記録3214、次の記録から。あ、 AI の研究ばかり。そうだよ、キサラギトミを生き返らせようとしてるから。データがなくなった。おかしい、記録はここまで。残っている最新の記録が3年前。3年前、誰かに消去されたんだわ。誰だ。うわー、出た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 。怖いよ、マジで怖いんだよ。銃がなければ危なかった。何なのこいつら。この骨組みだけだとやだ、もう本当に。こいつらが入れないよう連絡通路の扉はロックしたのに。監視カメラに何か残ってないかな。ほんと怖い、ほんと怖い。前回来た時からの監視映像、何の違いなんだろうね。自分でも分かんないんだけど、この骨組みだけの状態だとすごい怖いんだよ。森村とゴーとレンヤが何度か来てる。通路を開けたのは彼らか。いや、だからといってなんか完全に人の見た目してる AI も怖いけど、アンドロイドっていうか、そうか、ヒューマノイドっていうか。監視映像を遡れば記録を消したのが誰かわかるかも。お前じゃね。どうせお前で、またお前で。東雲涼子さ、自分でやったことにずっと苦しめられてない？2100年。伊田か。そんなボディで済まない。426に君のボディを奪われるなんて。ああ、奪われた後なんだ。ごめんなさい、せっかくあなたが作ってくれた体だったのに。いや、悪いのは俺だ。油断があった。すぐにもう一体用意するよ。私より他の人たちの体を作ってあげて。残念だが音声データが乱れてて、これが如月富なのか音声で判断できないな。彼らにはもう体は必要ないんだ。騎兵、知ってたのか。適合者による制御だと円盤を騙すために。適合者による制御だと円盤を騙すために。体のない仲間を騎兵に組み込む。ああ、三浦くんとか比べたまおとか。ああ、どれくらい円盤を騙せるかはわからないがな。私も騎兵に組み込んで。バカを言うな、バレたら異物として排除されるんだぞ。一か八かだ。三浦も肘山もいいんだ。三浦も肘山も AI なの？あいつらはそういう時代の人間だしな。どういうこと？伊田くん、私を見て。もう今は如月富じゃない。この世界の如月富に君を移せば元に戻れる。研究も進んでる。君は復活できるんだ。ダメ、絶対にダメよ。恐ろしくないのは、彼女は私なのよ。誰かを犠牲にして成り代わるなんて、そんなことをしたら私、伊田君を許さない。まあ完璧に伊田一人のエゴで突っ走ってるよな今。トミいいの、綺麗に組み込んで。伊田、如月富は死んだんだ。死んだっていうことを飲み込んで前に進め。考えてみるよ、調整のために。てか如月富がこう言ってるんだから彼女の心を優先しろ。一旦電源を落とす。
けたいのは君だけだ。自害しろ、イダ。他の誰が死ぬのか関係ない。君がいなきゃ意味がないんだ。自害しろ。これは AI データの如月富だ。天国に行けば本物の如月富がいるよ。あいつの言う通りだ。最初から黙って処置してしまえばよかったんだ。はあ、元の意識データは円盤に残ってる。自害しろ。いや、いっそもう一度最初からやり直すんだ。ダメだ、金引きモンスターと変わり果てているよ、イダが。もう一度あの日から始めて、彼女のデータを新しい如月富に移せばいい。知る必要なんてないんだ。リセットすればその方がきっとうまくいく。お前の都合よくはいくだろうな。如月富を無視することになるぞ。結局別人になるからな。覚悟しとけよ、イダね、ジャクラベ君、目に物見せてあげよう。うん、いい子だ。あ、シバがシバじゃないと気づいた後だよな、これ。よ、ジュロ、帰ろうぜ。シバは本当はいない。もしかしてまた同じとこで待ち合わせ。まあそんなとこ。またね。うん、待って。沢谷さん、少しいいかな。かわいい、マイディスティニー、かわいい、大好き。キサラギさんなんだけど。ウサミちゃん、いつもどこに行ってるの。かわいい、なんかひねりこんにゃくみたいな髪の毛してる。かわいい。どうして。尾形くんが探してた。本当？レンジくん、ウサミちゃんのこと教えてくれる。時坂神社で待ち合わせてるらしいんだけど。時坂神社、お化けが出るって噂のあの神社。あの神社、僕も前に。え、っていうかなんか右のポニテの子めっちゃ可愛くない。可愛い。何かあったぞ。スポーティーでクールな子が好きなんだな、きっと私は。いや、一番好きって言ってる子がふわふわ系の子じゃん。フローラルふわふわ系じゃん。お花畑だよ。思い出せない。ふんわり系女子だよ。かわいい。何？やっぱり教えちゃったね。待ち合わせの相手、男の子だって言ってた。ああ。なるほどね。恋がたきってことね。かわいい。かわいい。かわいいな。本当にかわいいな。お化けが出るって噂の学校近くの神社だ。如月さんは前にもこの神社の話をしていたな。時坂神社行こうよ。夢に出てきた彼の名は沖野司と言っていた。どこかで彼を見たことがあるような。ね、沖野もさ、芝と同じ感じなんじゃないかなって思うんだけど、違うかな。なんか実体あるのかな。バック持って。なんだよ、話しかけなきゃダメ。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか。やめろよ、君は僕にしか見えてないんだろう。そうだよ。君は何なんだ。489合成人格だと言ったろ。それじゃわからないよ。まあビデオでも見て落ち着けよ。誰が見るもんか。
見るのか。君は僕を記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない。別の誰かの記憶を植え付けて。ビンゴビンゴビンゴ。別の誰かじゃない、重郎の記憶さ。泉のね。君の記憶なのか。僕とは別の泉重郎。まあこのことがあったから僕は泉じゃないクラベだって最初の戦闘でも言ったんだろうな。年齢はお前より3倍も上のな。そうなの？50歳くらい？60歳くらい？やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうか。消さないで。もう一度試してみるか。消さないで。やだ。うわー、消えたよ。あ、ねんじくん。危ねえな。ごめん。どうしたの？いねえな。尾形くん、誰か探してるの？おう、クラベ。キサラギトミー、どこ行ったか知らねえか。時坂神社だって。ま、知らんわな。知っとる、知っとる、知っとる。知っとる、知っとる、ごめん、ごめん。ごめん、今、選択肢間違えたんだね。あの時点でもう話しかけないといけなかったんだね。ごめんね、知ってんだ。保健室？なんで保健室行くの？時坂神社行こうと思ってたんだけど、私。逃げたって何も変わらない。考えろ。誰ならわかる。冬坂さんは休みだし。ああ。薬師寺は。なるほど。逃げられないぜ。うわうわうわ。やめ。はあ。怖っ。逃げたいよ。じゃあ今回はこの辺で終わりにするんですけど、え、マジ芝やだな。やっぱ匂ってたんだよな。くせんだよあいつ。こうなると思ってた。いつかやると思ってました。じゃあなんかクラベくんのさ、あ、廊下に出る、保健室に行く、沖野司と時坂神社。時坂神社、あれだよね。尾形年次に時坂神社に行ってるよって伝えればいいんだよね。で、次はそれをやろうと思います。行ってきます。ありがとうございました。